はい、どうもこんにちは、ビモリです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがペイオカさんです。ヒラオカー、いや、朝倉みたいにナースのお仕事みたいに言っていや、ペイオカって、まあ、ヘイ惜しかったけど、今あ、じゃあ文字は合ってるの。まあまあ、ヘイを、まあ、ペイって読むことあんまないから、はい、なんとも言えへんけど、え、キャッシュレスで決済できるのはペイペイ。あ、ペイペイか、うん、あれ、むずペイペイ、でもあのペイじゃないね、あれ PAY やんか。はい、まあ俺も多分ペイ、PA、俺はペイ、PAY ちゃう。ちょ、ちょ、破綻しないでください、勝手にペイ、ヘイ、ヒラ、ペイ、タイラか、ヘイ、ヒラ、ヒラ、オカ。怖い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 んでやめてくださいよ。ヒラオカさんか。ヒラオカです。すいません、今日もよろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今回も昼動画になるんですけど、はい、ちょっと時系列でどれぐらい経ってる感じになってるかわかんないですけど、はいはい、こちらお先に上げてるやつがはいはいありまして、はい、多分こう読んだ後もしかしたらこうまた動画にするかもしれないみたいな、まあ感想的な何かっていうね、はい、それしたからな。そうだったんですけど、うん、実はまだ途中までしか読んでなくて、っていうのもだからその動画を上げてから実は、1日しか経ってないんですよ、はい、昨日の話だったからね。そうそうなんですよ。その動画の時系列でどれぐらい経ってるかわかんないですけど、うん、もしかしたら1週間とか経ってる感じになってるかもしれないですけど、確かにね、そう1日しか経ってなくて、うん、でなんか、はい、もうちょっと改めてでもよかったね。いやいや違うんですよ。っていうのもちょっと訳があって、あれ訳、はい、なんていうんですかね、まあこれだから、うん、これ、はい、え2冊産んだ。いや、違います。持ち腹だったとかじゃないんで違う、野外品のじゃないんで、これワイルドじゃないや。違います、アマゾンで買ったらたまたま野外品だったとかじゃないんでわけじゃない。いや、っていうのもこれ、魔石に入ってるんですけど、はい、マセキの事務所に行った時に、うん、まあ、なんか視聴者の方とか、はい、お笑いライブに来てくださってる方とかがこう事務所に送ってくれたりするんですよ、うん、なるほどね。こう、まあ、プレゼントみたいな。ありがたいですね、はい、ありがたいことに、うん、はい、で、まあ、そういうプレゼントは、まあ、サブちゃんに基本、うん、あげたりしてるんですけど、はいはいはい、これも入ってて、はい、すごい嬉しいね。そうで、僕のコンビの、うん、担当してくれてるマネージャーさんが、はい、からあのメールが LINE が来てたんですけど、はい、これがその視聴者の方、まあ視聴者の方っていうべきなんですかね、書いてくださった方が送ってくれてるみたいで、ええー、はい、ご本人様。そう、中村さんが、はい、著者のね、はい、そう、そのこの間言ったような、うん、もう高校野球の名場面の部分とか、はい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 、そういうのを結構いろいろ書かれてる方が、はい、はい、はい、ね、出版社を通して送ってくださったみたいな。ああ、なるほどね、形で。おう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 、送ってくださったみたいで、こう、あ、ほんま、著者の方がっていうので、で、僕のマネージャー、ナイスさんも担当してるので、はい、まあ、そういうのも含めてこういろいろびっくりしたっていうので、まあ、マネージャーもちょっとテンション上がってて。確かにね、はい、まあ、花輪さんのね、言い訳も書かれてるんで、それでまあ、そう関わりあった中で、うん、まあ、クワガタがまず好きだったんだっていうのにまずびっくりしてて、はい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 、で、マネージャーから聞いた話だと、こう僕の動画をこう中村さん見てくださってるみたいな、うん、いや、すごいな。そう、だから本人からちょっと申し訳ないんですよね、だから買いましたっていう動画のやつが。確かに、はい、いや、タイミングおかしくいって、そう、だからめちゃくちゃ迷ったんですけど、うん、まだ今まだそのこれ紹介した動画も編集する前ですけど、はい、うんうんうん、編集して動画を上げたっていうことにして今話してます。まあそうか、はい、タイミング的にね、そう、仕方ないとこがあるけど、はい、まああれ自体なくなってもいいんだよ、なくしてもいいや。いや、まあ、いやいや、でももうもう繋がんないんで、二冊こんな急に言われても。あ、そうやな。そう、だから送ってくださって、すごいな。そう、なんかそれでなんか僕まだ途中しか読んでないけども、うん、まあ、こんな機会めったにないんで、まあ、そうですね、はい、読んでいく時はもうどっちで読み、はい、読みたいの。いや、でももうこっちですよ。ああ、読んでる今、はい、もうこっちの方がやっぱ愛着はあるんや。愛着というか、やっぱこっちはもうなんて言うんだろう、
中古なので、まあね、わざわざ送ってくださってる、そうですね、これは保存用保管用みたいな感じ、そうですね、せっかくなら僕まあコレクションとかもすごい好きなんで、うわクワバカいっぱい集めんのかな、いやいやこれ並べないでショーケース標本箱に入れてとかしないですから、シークレットのクワバカとか、いや違う、あの遊戯王の方あの僕標本の方で話してたんであ、そうだね、はい、まあ、遊戯王も好きなんで、ちょっと遊戯王のコレクションやってるからさそう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 、だからこれびっくりして、逆にまあこれまあ動画にすると決めたんですけど、はい、もしこれ見てくださったらっていうので、うん、そうだね、変な感覚になるんですけど、前回なんかふざけて案件とかいう話してたけど、そうそうそう、いよいよちょっとその案件臭くなってきたよ、はい、確かにね、いやでも全然ねそういうわけじゃないけどね、はい、仕事はお待ちしてますけど、はい、マネージャー通してお願いします、はい、ぜひお願いします、そうだからもうこれまあ驚きっていう部分ですね、そのだからこの本を読みましたっていう部分じゃなくて、うん、この第2章まで読んだんですけど、うん、読んだ感じで、うん、まあそれもちょっと話していいのかな、まあ、その部分せっかくなら、まあそうやね、はい、まあここから先はじゃあネタバレ含みますっていう、はい、まあネタバレまではいかないけど、僕のこういろんな、まあその僕も、まあ、そんなにこう知り合いが多いわけじゃないんで、その虫界隈の、はいはいはい、なんであれですけど、こうその話で聞いたことあるみたいな部分とか、はいはいはい、そういう部分の話がめちゃくちゃ詳しく書いてるみたいな、なるほどね、感じですね、伝説のエピソードみたいなやつが入ってるわけない、そのそうですね、あそうだから、そのまあオオクワガタが一般的に聞き覚えあるか分かんないですけど、そのオオクワガタ捕まえたら家を建てれるみたいな話とかが昔ってあって、まあそれぐらいでもまあね、まあ それこそバラエティ番組でオオクワ捕まえようの企画とか昔あったもんな、はいはい、そうですそうです、うん、そういう時のだから虫界隈でのオオクワガタの、うん、はいはいはい、状況とか、ああ確かに面白そう、はい、だからなんかもう、うん、その歴史が詰まった感じの、あ実際に現地でこうそのオオクワガタっていうのを探し求めてた人たちとかが、うん、こうその当時のことを話したりしてるような感覚かな、なるほどね、そうだからワクワクしますね、いやすごいもんな、そうだから僕も最終とか行きたいっていうのはあるけど、うん、なかなか行く機会もなく、まあ、今年できればこう県外に沖縄とかそれこそ海外とか行くために僕パスポートも取ったんですけど、確かにな、そうこういう状況で結局行けずなかなか、ね、っていうのもあったんで、はい、こう余計こう最終行ってみたいなっていうふうに思った、あ最終欲をかきたてられるような、かきたてられる、どこまで話していいか分かんないけどそうやな、そうでももう本当少年心の感じ、うん、ずっとまあ大きい生態を求めて、うん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 、探す最終家の人もいればみたいな、いろんな種類をとか、なんかそういう話の感じですかね、今のところ。はい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 。まあ2章まずですからね。そう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 。まあ目次の部分で言ったら、うん、そのネットで昆虫が買えるようになってからとか、うん、そう一般の人が販売をできるようになってからの話とか。各章のこのタイトルとかは、はい、言っちゃダメなのかな。どんなタイトル各章その目次に載ってない。はいはいはい。いやめっちゃありますよ。もうめっちゃ気になりますよ。どんなんが1ミリへの狂気、おはははは、面白そ う, もう1ミリを、じゃあまあこれ1ミリ更新することのとかね、かな、そういう部分かな、そういう感じかな、対する執念的な部分かな、とかそう、だからもうあ、なんとなくこう掴めたわ、今のでそういうニュアンスねはい、いや多分ね、これ目次だけで、うん、ワクワクする、面白いと思う、ってぐらい、いやもうなんかなんだろうな、最後もう、うん、これ目次だけで見たら、うん、最後もう大落ちなんじゃないっていうような感じ、多分普通の人からしたら、何どういうこと、インドネシア人になる海賊王になるじゃない、いやだからインドネシア人になるが最後の一応まあ目次的な部分な、あーめちゃくちゃ面白 どういうことな、気になれしかしないじゃないですか、もうこれの最初の、まあプロローグの方にも書いてたんですけど、はい、ナイツさんの話で、はい、そのまあ、好きなものを熱く語るだけでこうボケに、うん、なそれだけでボケになるみたいな、うんうんうん、詳しすぎて周りが分かんないから、はいはい、分かんねえよってなるから、うんうん、ボケになるっていうのをがあるっていうので、はい、それまさにその感じだなっていう感じというか、なるほどね、
そう行き過ぎればまあそうやもんな、うん、その人の常識って周りからすればもう非常識になってるっていうことがいやそうっすね、あるからな。だからこう聞いたことある話だけど、うん、あ実際この聞いたことある話っていうのはこういうことで結果的に僕が知らない世界をこう周りの人がこう言葉で教えてくれてたんだみたいな感じというか、うんうんうん、なるほどね。いやだからもう教科書みたいな感じですよね。まあそうなんや、クワガタ、まあそうやな、教科書、うん、多分これ一冊見たら、うん、その歴史がわかるからクワガタの、うん、だから今こうやってなんだろうオークションとかでもヤフオクとかでも購入できたり、うん、はいはい、昆虫ショップに行かなくてもこう通販で購入できたりとか、うん、それこそオオクワガタとかも、まあ、ちょっとお年玉貯めて子供が買えるような金額になってる、うん、はい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 、そういうののありがたみも分かるような感じな気はしますね。確かにオオクワって昔もなんかすごい値段のイメージだったけどな。そう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 なんですよ。だからでもまあ僕もそういうイメージだったけど、僕がもう小学校4年生ぐらいの時には、うん、言っても、まあ、1万円あれば買えてたんですよ。オスメスでかな、うん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 、だから僕のお年玉で購入できてたんで、うん、多分高くても1万5000円ぐらいだったんですよ。それがかつてはもうもっとすごい、もっとすごかっただろうし、だからもう僕が小学生の頃ってもう 20年弱ぐらいですけど、うんうんうん、だからもうその多分僕が知らなかったその大桑のがこうやって僕の手元に来るまでのこの期間でいろんなことがあって、そのお年玉でも買える金額になってたんだろうなっていうのを思える本なんで、まあね、これからまだ2章から先をね。そうですね。そうだからこれまさかの2冊になるっていう、あ、いやそういう話なんだ、はい、もあったんですけどそういう話だね、こんなことあるっていう。そうだね、ね、1年半やって、そうだから、まあ、マネージャーさん的には、うん、はい、これもう僕買ってたっていうのを知らないですから、もちろん、まあまあそうやな。そうで最初、あ、すげえめちゃくちゃありがたいなと思ってたらこれだったんで、はいはい、あ、これ僕もう買ってたんですよ実はっていう感じになって、まあそれはそうやな、はい、ですごい、でもうれしい話よね。いや嬉しい話ですよね。だって読みたい本をこう買ったのに、うん、そしたらそう、その書いてる人から送ってくれるっていうのは奇跡的なことですよ。いやだからもう感覚で言ったらなんだろうな、松坂選手の、はい、が欲しいがためにこうプロ野球のキャンプに行って、うん、でようやくサインもらえたのに、うん、で今ルンルン気分で家帰ってたら、うん、ただいまって言ったら松坂がおかえりって言って、はいこれって言われてるような感覚。う、今日からお父さんだよって。いや違う、それはちょっとまた複雑なんだそういう話じゃないお父さんのサインボール並べらんないよくわかんなくなる。お母さんのも一応飾んないとかなんて。いやいないで、そのバランスわけわかんない、取りに行くの。あ、でも確かに伊藤勤のも必要かなみたいな、なんか女房役とどっちの女房がそうか、両お母さんやな、はい、両お母さんってあんま聞いたことないですまあ、例えでって別に、まあまあ、いやなんか伝わると思うよ。このなんていうの、不思議すぎる感覚、うん、すごい伝わると思うけど、マネージャーからこう話を聞いた時に、うん、こうまあ、YouTube を見てくださってるっていうのもあり、はいはいはい、ぜひこうクワカブの企画でいつかご一緒させてくださいって話をしてくださったみたいな感じなんで、もしかしたら今後この中村さんがすごい話聞けたりね。いやそうですよ、田無農業の話も聞けるかもしれんし、まあまあね、そっちも聞きたすぎるからなそっち聞きたいわ俺、田無農業の話とか、うん、苫小牧、苫小牧幻の3連覇とかね、うん、そう、マー君のね、マー君の代でまさかのそう準優勝っていう、夏ね、夏3連覇に向けてだったんですけど、はいはいはい、読んだ感想みたいな感じじゃなくて、うん、申し訳ないですけど、だからよ、喜びをまあそうちょっと共有したいなっていう、こういうこんなことがありましたっていう、はい、皆さんがこう登録してくださって、こう盛り、このチャンネルを盛り上げてくださったおかげでこういうことになりましたっていう、うわそう、まあ、感謝も含め、ね、まあでも実際そうやね、はい、皆さんがこう見てくださって、はい、いやそうですよ、まあ、うん、ありがたいことにね、はいはい、5万人近く今いて、そうですね、中村さんも見てくれるような
そうチャンネルになってくおかげで、そういろんな方がこう見てくださってるっていう、うん、それこそ有楽町の店長だって、うん、そうですし、そうやもんな、そういろんな方、普通に僕が小さい頃から知ってたような、うん、月夜の木の公園さんとか、はいはいはい、もう上げ出したら切りないんですけど、はいはいはい、っていう、まあ、なんかそういうきっかけになるツールになると思ってなかったので、うん、いやすごいな、ありがたいです、嬉しいことよね、嬉しいことです、やっててよかったよ、やっててよかった本当に、うん、そうだから僕の知らない世界をこう教えてくれるような本なんじゃないかなと思うんで、はい、まあ、ゆっくり読ませてもらいます、はい、ぜひ読ませていただきますので、はい、皆さんもね、興味があればぜひぜひ、はい、そうですね、僕はアマゾンで買ったんで載せときます、はい、まあちょっとご報告させていただきましたという感じになるんですけども、はい、この後も18時45分から夜動画も上がりますので、はい、そちらの方もぜひご覧ください、はい、そして、今カメラマンとして平岡さんがやってくださってるんですけど、はい、コンチュアーズ101号室というチャンネルが、はい、概要欄の方に貼ってますので、はい、そちらの方もぜひチャンネル登録してください、お願いします、はい、そんな感じで今回の昼動画以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。